地大勢の人々で活気にあふれている町下北沢に、今年2月世田谷女性センターラプラスが誕生しました。今日は第43回婦人週間の記念講演が開かれます。駅から歩いて5分くらいのところに北沢タウンホールがあります。この9階から11階までがラプラスです。北烏山の加藤さんはこのラプラスの名付け親です。昨年名称の募集をして107点の応募があり、加藤さんから寄せられたラプラスが選ばれました。フランス語で広場という意味で、区民の皆さんが女性問題について気軽に集まりやすい場となるように、利用する人にとってプラスになるようにという2つの願いが込められているのです。女性のイメージで優しく響くようにという感じでフランス語をつけたんですけれども、実際にこちらの方に参りまして、あまりにも大きくて新しいんでびっくりしちゃったんですけれどもね、なんか自分のつけた名前がこういうところに使われてるっていうのはすごく嬉しいことですね。今実際子育ての最中で、仕事の方はちょっとお休みしてるんですけれども、そういう女性が、ハンデを感じずに、こういう場を利用してどんどん社会にも出ていかれたらいいんじゃないかなと思うんですけれども。再婚というのは一つのキーワード、この鍵穴を通して、女の生き方、男の生き方を見てみようと。そういう沖藤紀子さんは老人福祉、末期医療、働く女性の問題などに深く関わって講演執筆活動を続けています。女が自分の人生について考えるときに一番やはり大きな問題というのは結婚だろうと思うんです。で、この結婚というものについて女たちは若い頃にも悩み、中年になっても悩み、あるいは老年になっても。この広い研修室は暗幕を引くと視聴覚室にもなり、いろいろな催しに使われています。また小さい研修室は女性問題を学び語り合う場として活用され、ここから新しいエネルギーが生まれることが期待されます。今講演会を11回でやって研修室でやっておりますけれども、そちらにいらっしゃるお母さんたちのお子さんたちをお預かりしてます。女性が学習したり、それから社会へ出て活動する場合ですね、お子さんがいらっしゃる方がどうも出にくいというようなことがございますね。で、その辺のところを手助けしようというふうなことで、ただ、預けるというふうなことではなくて、なぜ預けるのかというようなことですね。子供を預けることによって、その夫婦で学習ができるというふうなメリットもあるわけですね。それと、ただ学習するだけではなくて、でそれぞれ親も子も、もちろん両親含めてですけれども、自立をしていくっていうふうなところが目的になっております。親子並んで可愛いでしょう。ラプラス自慢のトイレです。ここは交流を図る場として、誰でも自由に予約なしで利用できます。個人や少人数のグループがミーティングしたり、簡単な作業をするのに便利です。この女性センターラプラスができるまでには長い歴史がありました。1975年国際婦人年に婦人団体により世田谷婦人の会議が作られ、1977年には共同に婦人会館ができました。世田谷区が男女共同社会を目指す、世田谷プランという行動計画の策定に入ったわけですけれども、担当行政の側でこの女性問題、婦人問題、女性問題って一体何かってことがまず分からないということがあったんですね。で、それでもってこれがそうか、あれがそうかというようなことがもう随分やり取りしたことが一つあると思います。第3期の懇話会に入りました時に、区の方からですね、女性センターに関する基本的な構想を作りなさいということでございましたから、それを受け止めて、さまざまな角度から検討して取りまとめをしたという、でこのオープンにこぎつけたということになるんですが、
婦人団体の皆様たちが本当に熱心にですね、何回かにわたって請願を出しになっていたということですね。そういう懇話会が改めていろいろ申し上げてきたという、でそういうことを踏まえてみますとね、このラプラスというのはやっぱり世田谷区民の、特にこの女性たち のたくさんのこの熱意が実っていったんだろうというふうに思います。副知事の誕生であるとか、女性の進学率の上昇であるとか、それからその職場への進出の状況であるとか、随分変わってきている部分は確かに大きく広がっていると思いますけれど、いわばこの女性問題というものが岩のように硬くて、なかなか砕かれないというか、穴も開けられないというところが、この社会の中にはやっぱり一方で健全と存在しているというふうに思います。女子学生たちを見ている限りにおいては、全然10年前と変わっていないというのが現実だろうと思います。例えば国際婦人年なんて知らないし、それからその選挙権というものをね、女性が、日本の女性が手にした歴史なんて本当に何も知らないで学校に入ってきておりますし、学生たちを連れてこようと思ってます。男子学生も含めてつなげてみたいと思います。大学教育とこういう場所です。塚戸小学校は平成元年度から2年間東京都教育委員会の男女平等教育推進校に指定されていました。男女平等教育も頭の中だけで分かったんでは子どもたちに定着しない、何か形に表せよう、表していこうということで、いろんなことを考えまして、今までやっていた卒業式の証書授与の順番をですね、男を始めて女っていうんじゃなくて、あいうえお順で男も女も込みで渡すようにしました。それから運動会なんかでもですね、低学年と高学年に分けまして、午前中低学年、それも男女込みでリレーをやると、そういうようなことをやって、お母さん方も、あ、これはなかなかいいなということで、これが男女平等なんだなというふうな考え方が定着してきたと思います。で、今まではね、先生たちも男の子女の子っていうのはありましたから、うちの男の子はどうだとか女の子はどうだとかっていう話があったんですけれども、それよりも一人一人、誰々さんはこういう子なんだな、誰さんと誰ちゃんは仲がいいんだな、誰君はこういうことに優れているんだな、そういうような感じで先生方は子どもたちを捉えるようになりました。一人一人聞きたい、はいはい、男、はい、なんで、あ、なんとなく男の方がね、やゲームとかやる方が楽しいから。男の子がいい。なんでいろんな冒険できるから。女の子だったらできない、怖くなっちゃう。男どうして元気にスポーツができるから。一回女の子って体験したから、今度は男の子ってやってみたいなとか。昭和62年に行われた意識調査によると、男は仕事、女は家庭といった伝統的な役割分業意識が色濃くあることが分かりました。子どもたちは自然に大人の常識に影響されているのです。世田谷区では男女平等意識が育つことを願い、絵本お母さんなんでやを作って小学3年生に配っています。お母さんなんでや、テーブルの上に並んでいる魚を見ると、いつものように僕のところには頭の方が、妹の方には尻尾の方を置いてあります。お母さん、どうして僕にはいつも頭の方ばかり食べさせるんやと聞きました。私たち大人が知らないうちに、子どもたちの持つさまざまな可能性を摘み取っているのではないかと考えさせられる絵本です。つまりね、自分がやりたいと思ったことはやろう、その時に迷惑をかけるのは、これはもう家族では迷惑をかけ合うということで割り切ろう、これが第一点。第二点はね、自分に自信を持ってね、やっていこうと。時々自分を褒めてやろうじゃないの、いい女じゃないのと言ってあげようと。誰も言ってくれないんだから言う、自分で言う以外ないと。だけれども、それは得てしてうぬぼれにつながるし、3番目にはね、やっぱり常識とか社会通念とかそういうものを見る確かな目というのを自分で持っているようにしようと。これは実はものすごく難しいんです。この3つっていうのは、女は強くなったとかね、女の地位はね、もうこれで十分だとかね、決して言えない時代です。意識的に女というものを全面的にまだまだ押し出していかなきゃならない時代です。
ユーモアあふれて、あの前向きなお話ですごく楽しかったと思います。開けたような素晴らしいお話です。家族関係っていうのも血縁関係じゃなくて、もう一つ別の新しい関係がこうアメリカみたいにね変わっていくんだなっていうのも感じて、私はうちでは男女平等と大きな声で怒鳴っておりますが、ラプラスでは女性が抱えている問題や困っていることに専門の相談員が相談に乗っています。一人で悩まないで気軽に来てください。電話でも受け付けています。また月2回女性に関わる映画会を催していますが、大変好評です。縦糸と横糸が美しい綾を織りなすように、女と男が共に協力して素晴らしい人間模様を描ける社会にならばと考えて、綾織と名付けられました。区民の声をいろいろな形で反映させています。待遇面ですか、そういう面でね、やっぱりちょっと差別っていうかされてるんじゃないかなんて言ってますけど、男の方が仕事でも何でも有利なんじゃないですか。うちは平等にしてますけど。してますけど。まず家庭帰る前の段階で男の人は帰ってきませんね。育児が待ってようが家庭の仕事が待ってようが帰ってきませんね。うちは平等ですね。私の身の回りでは平等ですね。やっぱり世の中は日本は男社会だなと思うことが多いですよね。女が変わって男が変わって社会が変わるのです。暮らしの一つ一つに目を配り注意して男女平等の意味を考えていきましょう。ラプラスは男性も共に学び合い交流する広場です。ここで育った男女共同社会への意識、ラプラスの風が区民の皆さんの中に広く伝わってほしいものです。